トム・ケネディはアメリカ・ミズーリ州セントルイス市出身のアコースティック・ベース、エレクトリック・ベース奏者。父親はプロのトランペット奏者である。9歳の時、彼の兄でジャズ・ピアニストのレイ・ケネディが持ち帰ったアコースティック・ベースでベース弾き始める。すぐにアメリカ中西部でその存在が有名になり、18歳までにはディジー・ガレスピー、ソニー・スティット、スタン・ケントン、ジェームス・ムーリー、 バーニー・ケッセル、エディ・ハリス、ジョージ・ラッセル、ナット・アダレー、ピーター・アースキン、ビル・ワトラス・ラトの共演を果たす。とりわけ、フレディ・ハバードに徴用されていた。17歳の時にエレクトリック・ベースを使用し始め、アコースティック・ベースを使用した、メインストリームのジャズの他に、プログレッシブ・ジャズやフュージョンにも裾野を伸ばすことになる。1984年に、ニューヨークに活動の拠点を移動し、 アコースティックベースとエレクトリックベース両方を駆使して、東海岸を中心としたアーティストたちとの共演によってキャリアを重ねることになった。デーブ・ウェックル、ドン・グロルニック、スティーブ・カーン、ランディ・ブレッカー、ベニー・グリーン、バッキー・ピザレリ、ビル・コナーズ、アルディ・メオラ、マイク・スターン、スティーブ・フェローン、ジュニア・クックなどの東海岸のアーティストから重用されることになる。 デイブ・ウェックル・バンドデイブ・ウェックル・アコースティック・バンド・ビル、コナーズ・その他。ありがとうございます。